株式会社大阪取引所は、株式会社日本取引所グループの子会社で、市場デリバティブ取引を扱う金融商品、取引所である。日本で初かつ唯一の総合取引所。ホームページでは、大阪証券取引所等、本記事内記載対象の法人と機関に記した、法人、時代について、主に記載するほか、大阪証券取引所ビルについても記載する。 ホームページでは、主に以下に記した、法人、時代について記載する。大阪道島米会所大阪取引所前の五代、友厚道蔵書藩の倉屋敷があった江戸時代の、大阪の米国取引所を起源に、五代友厚らが、発起人となって設立された、大阪株式取引所が前身である。なお、1730年に設立された、道島米会所で行われた。 帳簿上の差し金の授受によって決済を行う超曖昧取引が世界で最初の公設の商品先物取引であると言われる。この伝統から大阪株式取引所の早々期から超曖昧取引をベースにした定期取引の方法にあたるが行われていた。戦後は東京証券取引所とともに日本の株式市場の一翼を成していた。ただし、 大阪証券取引所の株式市場においては、株式の電子化が進んだ結果、東京証券取引所との重複上場銘柄の多くは東証での取引が中心となり、大償では出来高が少なかったり、1日の取引が成立しないこともあった。一方、任天堂や京セラなど、京都に本社を置く企業の中には大償での出来高が、東証での出来高を上回るものも存在した。 2011年以降の東証との経営統合により、日本取引所グループでの市場デリバティブ専門取引所に位置づけられることとなった。それに伴い、旧大商の現物市場は東証に移管された一方、東証が持っていたデリバティブ市場の移管を受けた。最終的に2014年3月24日に現社名に改名している。大阪株式取引所設立出資者の上位は、 下記の6名である。大阪は旧大正時代から指数先物、オプション市場において重要な地位にあった。具体的には日経225先物と株価指数先物の,の日本における取引シェアは約60%を占め、同オプション取引においてはほぼ100%を占めていた。また、デリバティブ取引の売買高ランキングでは代償は世界15位であり、 26位の東京金融取引所や33位の東京証券取引所などを抜いて日本では最も上位にあった。上場投資信託の上場にも意欲的で日本で初めて株式以外の商品を対象にした金 ETF を2007年8月10日に上場し、同年10月23日には上海証券取引所に上場している。 主要50銘柄の株価で算出する上昇50指数に連動する海外株価指数連動型 ETF を上場した。海外の株価指数に連動する ETF の日本国内上場はこの例が最初であった。2000年に新興企業向け株式市場であるナスダックジャパン市場を創設したのを皮切りに各取引所が新興市場を創設。 伝統市場とナスダックジャパン市場が2003年3月末の統合に向けた協議に入る。システム障害や災害等の対応策として2008年3月31日に兵庫県中部にデリバティブ取引の売買システムのバックアップ施設を設置した。また、現物株の売買システムについてはジャスダック証券取引所と提携し、どちらかのシステムが 稼働不能になった場合、相手方のシステムで取引を執行させる体制を引いた。一方、ジャスダック証券取引所の大株主である日本証券業協会は、証券取引所の再編の一環として、経営体力の低下したジャスダック証券取引所を売買システムのバックアップ体制で、提携関係にある代償と経営統合させることを検討した。その後、 大償はジャスダック証券取引所に対して2008年11月19日から12月17日までの間に株式公開買い付けを行い発行済み株式の76.1%を取得連結子会社とした2010年4月1日には大償を存続会社としジャスダック証券取引所を九州合併そして同年10月旧ジャスダックネオ ヘラクレスの3市場を統合し、シンジャスダックが発足した。2006年7月18日に、日経225先物取引を10分1に、小口化した日経225ミニの取引を開始した。2007年9月18日に、株価指数先物、オプション取引の夜間取引である、イブニングセッションを開始した。2009年7月21日には、 国内の証券取引所としては初となる外国為替証拠金取引を扱う市場代償 FX を開設した。これは国内初の原則オークション方式による外国為替取引である。2010年3月16日、代償は2011年1月から3月中に行うデリバティブの新売買システム導入に伴い、 日経平均先物などのデリバティブ取引の午前、立ち合いと午後立ち合いの間に設けていた、午前11時午後0時半の間の昼休みを廃止、日中取引は午前9時から午後3時10分までの一常性とすることを発表した。ただし、現物株取引に関しては従来通り昼休みを設けていた。2013年1月1日、 株式会社東京証券取引所グループと株式会社大阪証券取引所が合併し日本取引所グループが発足。2013年7月12日をもって現物市場を東京証券取引所に統合。同年7月16日からはデリバティブに特化。 市場デリバティブ取引に係る生産期間を日本証券クリアリング機構に位置する取引所伝産センターの中で日夜行われていた。取引システムには2006年より X を使った日立製作所のオープンシステムが使われていたが先物取引システムについては2011年2月14日にナスダック OMX のパッケージソフトを使ったシステム J ゲートに公開された。 2016年7月19日にデリバティブ売買システム J ゲートがリプレイスされた。大阪株式取引所2013年7月12日時点の上場会社数は以下の通り。以下は2013年7月12日の大阪証券取引所現物市場最終日時点での上場企業である。これらはそのまま2013年7月16日の 東京証券取引所への現物市場取引統合後もそのままのカテゴリーで配置転換上場されている。内は証券高度市場第一部市場第二部平和不動産の所有で仮想会は旧市場間の外観を保存したものとなっている。エントランスホールの大型モニターには大阪取引所の顔である日経225先物取引の取引地が表示されている。 テナントは、地下1階と1階に、ポンテベッキオなど、飲食店が、2階は、銀行とクリニック、3階には、大阪経済大学が入居し、社会人向けの実践的カリキュラムを提供している。5階は見学スペース、大瀬ギャラリーとなっている。オフィス棟の上層部には SC、SCS 系の西日本オフィスや証券会社が多数、入っている。 旧市場館は1935年、長谷部武子市建築事務所の設計で竣工。施工は大林組。2004年の新ビルでも円形のエントランスホールの外観のみ残されている。なお、当ビルに入居する取引所が大阪証券取引所から大阪取引所に名称が変更された後も、ビルの名称は大阪証券取引所の名を冠したままとなっている。 ありがとうございます。